で、さっきのは、チャドリーが、シミュレーター用に、バイスのデータを読み込んでいた。っていうことで、いいのかな？わからんけど。閉じ込められたか。せいぜい苦しむといい。あー、どっかで見たことがあるような。あれ弱い。そっか、ここ一応シミュレーターの中だもんな。で、ここ出たらネロが待ってると最悪だ。あ、使ってる。あ、状態異常は何も気にしなくていいから助かるわ。ギャー。よし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 。え、兵士？そんなに強くないね。弱い。普通に出てきた。調べちゃう。ヘレティック・レイリーにより守られている。こいつか。なんか全然名前と姿が一致しないこのモンスター。あー、捕まった。所詮仮想データなんだからぶっ倒してまえ。あ、させん。蘇生蘇生。危ない。ちょっと召喚獣呼んじゃおう。
呼ぶまでもないかもしんないけど、呼べるなら呼んじゃう。で、ソノンは、ソノンは、あれ？ソノン？ソノン、ゲージ使い切ってる。あ、自己回復したのか。ATB ゲージを貯めちゃって、OK。強力な技いけ。あ、触手狙ってくべかったかな。まあいいや。OK。トゴエー装置勝った。うっそ、半分くらいしか削れなかった。うえー、また投影された。触手で、その回復。あ、ちょっとどこ行ってんだ。レイリーやってくれ、レイリー。うわー、勝って。よし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 。オッケー。リミットを投影装置用に取っておこう。オッケー。リミット。こんなとこ早く出よう。ベンチ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 出たくねえなあ。バイスとネロはどういう状況なんだろうな。シンラと仲良し小良しだったの？あ、まあ、そっか。クライシスコアの時は一応あの例の人連れ去ってるから仲良し小良しではあったのかな。わうわうわうわ。私たちを助けに来たとかじゃないよね、これ。いいえ、やだ。っていうかさ、ドラにも似たような痕跡あった気がするけど、あれ実はセフィロスじゃなくてネロでしたとか、そういうことじゃないよね。対象の侵入を確認。これよりツビエートの戦闘テストを開始する。楽しみましょうか。死んだって。ほら、どうしますの。油断する。まず見破ろう。あ、解析不能。そんな見破った意味を。
ディープグランドソルジャーの精鋭部隊ツビエイトの一人知ってる。そのなんかやってみて。え、めっちゃ盾アヒルしてる。喋り方がね、すごい M っぽいんだよね。あれ、めっちゃボコってるよ。怖がっているんですか。相手にするなって、かわいそう。メロかわいそう。それ。異常値を感知、制御プログラムを侵食しています。後続を急げ。気持ち悪い。やばいよ。こいつヘイストするのか。で、回復、まあ、ヒートしてるっぽいな。なんでヒートしてんだろう、わかんない。ああ、飛んでる。回復を先に。あ、体力が吸収されてる。状態上系統じゃないのかこれ。ああ、拘束された。うわ、死ぬて、死ぬて。ドレインしすぎ。来るよ兄さん。メガ。召喚獣まだ溜まってない。いけるかな。よし、出たいで。よし、ラムさえいれば。よーしよしよし、リミットチャンス。また携帯変化しそうだな。ああ、空間転移。回復。何がどうなってんのか。よし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 。めっちゃふざけるなって言われてる。ソノも回復しとこう。
ロック。ラムの攻撃が入るな。いやー死ぬ。ナイス。あ、ユフィ死んだ。で、ラムが、あー何それ。あー、もういろいろ攻撃がかぶってる。微妙だな。ちょっと待って、先にソノンを。またヘイストか。危ない。距離を取ろう。距離を取りたいんです。危ない。ソノンは回復だ。あー、まだできない。なら、エーテルをソノンに与えとこう。痛いです。あ、ソノン自己回復したか。あと少しなんだよ。耐性ついた。やべ。ナイス。アイテム使っとこう。これ多分 DLC ボスでしょ。がっつりアイテム使っとこう。弱点がねえってのはな、きつい。リミットでなんとかなんないかな。翼がある。よっしゃ、連携開始。いけるね。お疲れのところなんですけど、急いで脱出しないと。ちょっと休憩しない？お風呂か？結構です。生き延びて戦え。嫌だよ。
トゥトゥルルトゥルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥトゥ。一人じゃ無理か。私の手下になる人、この指とまれ。ねえバレット、歩くしかないのかな。おうよ。かなり遠いよね、カーム。あ、だいたい一日ってところだな。あのね、私のお母さん、一日って言ったらそれ朝から夜眠るまでなの。私は一日って言われたら朝から次の朝まで思い浮かべる。バレットはどっち？俺はヘルミナ派だ。よかった。いいかな。クラウド、お前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろ。当然経験ありだ。まあな。ただし十分な休息が条件だ。特にあんたには。んなことは分かってる。ま、知らねえ道は不安だろうが、リーダーの俺にドーンと回しとけ。頼もしい。おうよ。よし、とりあえず全員止まれ。思いっきり深呼吸。あ、やっぱりやめとけ。もっと離れねえとな。うまい空気はお預けだ。さらばミッドガルだね。Thank you.
屋根ないね。平気なのか。あれ急に不安。それは腹が減ったせいだ。急ぐぞ。ご無沙汰してます。久しぶり。元気だった？ごめん悪い。全然わかんねえ。今のザックスのシーンってどこのシーン？クライシスコアにはないし。あ？で、とりあえず、何？純白の帝王？インターミッションをクリアしたことで、メインストーリーの神羅バトルシミュレーターに？ああ、はいはい。チャドリーがデータ収集してたからね。ああ、はい。なるほど。で、ソノンは、殺されちゃいましたと。記憶違いじゃなければネロって確か、なんだろう、うにゃうにゃみたいので幻覚を見せる能力でも持ってるんだったっけな。幻覚見せられた上にぶっ殺されるって、もう最悪な殺され方してるけど。で、何今のザックスのシーンは、なんだあれ。やっぱりザックス生きてますよっていう、あれでいいの？え、嘘。で、ま、あとは残念ながら、まあ、残念でもないけど、ミッドガル出た後のクラウド一行たちの行動がちょっとだけ見れて、カームの街に向かってますってところまでは原作と同じだね。ただ、めちゃくちゃ気になるのは、その後のあのシーン。何あれ。あれがめちゃくちゃ気になるけど、いや、発売時期とかまではさすがに出なかったな。パート2が発売したらあの辺の話分かってくるんでしょう。ちょっとあのザックスのシーンを見たら、ザックスすげえ生きてるんじゃねえ説が高まってる。分かんないけど。というわけで全部で2章構成だったけど、じゃあ DLC のエピソードインターミッションは今回ここまでで、次パート2でのいつになるのか分かんないけど、まあ、出たらまたやっていこうと思います。じゃあここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。